おはようございます。今日は9月4日日曜日、今日僕家はお休みもらって片品マーケットの日です。そこで8ビートとして蜂蜜を販売します。で、今11時30分なんですけど、マーケット自体は11時から始まっていて、そっちにはね、妻と娘が今いて販売開始しています。で、自分は今運転中なんだけど、今日はね、鴨鹿村、徳良のお蕎麦屋さんですね、鴨鹿村っていうところでまた蜂蜜の納品があって、その納品をし終わって今マーケットの方に向かっているところです。今日はね、結構天気良くて、でも風が冷たくて涼しい、すごいちょうどいい気温で、体感温度もそんな感じでちょうどいいです。まあ、ちょっと個人アカウント8ビートの方の YouTube っていうのもね、だんだんと始めてきて、その養蜂のこと、ミツバチのことだったり蜂蜜のことだったりっていうのをね、いろいろと紹介できたらなと思って、で、ジャパニーズポーターのアカウントから自分個人の蜂蜜屋さんとかの話をしちゃうと、ジャパニーズポーターのアカウントがちょっとわけわからないことになっちゃうと思ったので、ジャパニーズポーターのアカウントはあくまでも牧歌、荷物を運ぶ牧歌のことをちょっとフォーカスしてやってきたいなと思って、で、自分個人でやってるね、養蜂だったりハーブ農園っていうこと、そういうこととかは8ビートの YouTube の方で配信していけたらなと思っております。よろしくお願いします。どんどん紹介していこうかな。これはね、2022年の5月下旬、6月上旬に採れた初夏の生蜜。色がこういう感じです。これはね、アカシアとトチと、あとリンゴ、富士、そういうのがメインの生蜜です。で、これ取り終わった後に7月の中旬くらいに取った蜂蜜がこちら、真夏採れの蜂蜜です。これは栗とかクローバーが入っている、こういう色がね、もう全然色が違う。こんだけ色が違う。同じ鉢で、同じ場所で採取したけど、花の咲く時期とか絞るタイミングの時期でこんだけ蜂蜜は変わります。で、これはこっちはね、去年の初夏の蜂蜜、ちょっとラベルが違うんだけどね、去年のと今年の。でも去年はね、アカシアが全然咲かない年で、こっちはアカシアが入ってるんだけど、こっちはね、チェリー系、桜、さくらんぼ、梅が結構メインの初夏の生蜜、こっちはアカシアとかトチ、リンゴがメインの初夏の生蜜。毎年ね、味が違うから面白いね。